ーメジャー第一戦、ANA インスピレーション第二日二日。米カリフォルニア州、ミッションヒルズ CC。賞金総額300万ドル、約3億3000万円。優勝45万ドル、約4950万円。無観客49位から出た、黄金世代の渋野ひな子、22、イコールサントリーイコールワニバーディー。4ボギーの74で、 通算にオーバー72で一打届かず、今年日米通じて5戦目で初めて予選落ちした。渋野日向子選手はグリーンが硬くなり、風も強くなった午後のスタートでした。とても難しい条件の中、流れを引き寄せるのに苦労していたように見えました。アイアンは良いショットがファーストバウンドで硬いグリーンを捉えて、 奥にこぼれてしまう場面が多かった。7番は、グリーン奥の深いラフからの寄せが少し強めに入って、オーバー。8番は、グリーン奥からの寄せがショートしての連続ボギーでした。設定の難しいベイツアーでは、この日のような状況は必ずまた訪れると思います。地域によって、芝室も違いますが、 グリーン周りの精度を上げることは必要不可欠です。経験を積みながら、高めてくれると思います。スイング改造をしている中、メジャー舞台でフェアウェイキープ率85%はすごい。今はこれをやる。と決めたことをやり抜いた印象です。試合を重ねてスイングが固まれば、 徐々に成績を出すことに集中していけるようになると思います。姉貴分、渋野雛子が、高校の先輩、安田博香が、オーガスタ女子山 V の梶谷翼を祝福。オーガスタナショナル GEC で、決勝ラウンドが行われた、オーガスタナショナル女子山で優勝。日本人として、初めて同舞台でトロフィーを掲げた、梶谷翼に、 相次いで祝福の言葉が寄せられている。梶谷が支持する、青木賞に昨年まで教わっていた、渋野雛子は、自身のインスタグラムに、2。おめでとうかっこいい。最高。と投稿。妹分の快挙を喜んだ。梶谷が通う滝川第二高校の先輩で、 前回大会で日本人女性として初めてオーガスタの地を踏み、3位に入った安田裕子も、自身のインスタに翼ちゃん、すごい。おめでとう。宿とか谷と一緒に写った写真とともにアップ。自分を超えるうを祝福した。渋野日な子。 フェアウェイキープ率85.7%も一打、届かず予選落ち、ボロが出てしまった49位から出た、黄金世代の渋野ひな子、22、イコールサントリーイコールは2バーディー。4ボギーの74で、通算にオーバー72で一打届かず、今年日米通じて5戦目で、初めて予選落ちした。18番で10メートルの、バーディーパットが大きく外れると、 渋野ひな子は視線を落とした。今年のメジャー初戦は予選通過に一度及ばず。本当にボロが出てしまった。悔しいけど、勉強になった一日と努めて前向きに話した。前半、アプローチミスが響いた。7、8番は共にグリーンを奥に外し連続ボギー。私の技量では無理。 米国でやっていないと難しい。この日もフェアウェイを外したのは2度だけで。予選2日間のフェアウェイキープ率85.7%は全体に。だが、好調なドライバーショットと対照的に2打目以降で制裁を変えた。今年から、よりコンパクトにしたスイング改造と、ウェッジ4本体制でマネジメント重視の攻めに挑戦する。 成績には結びつかなかったが、一つ一つ考えていくと、日本にいる時より成長していると、ウェッジの距離感などを収穫に上げた。6月まで予定する、米ツアー遠征は始まったばかり。日本からの5連戦を終え、次戦は2週後のロッテ選手権、14日、開幕、ハワイ。とりあえずビーチで黄昏たいとおどけながら、 今回足りなかったところをしっかり練習したいと猛練習を誓った。次のオーディオビデオでお会いしましょう。